みたいなさい。今日も少しいじめてやるか。本来人が集まるわけねえだろ。お前は何もしないくせに。減らされたよ。さらに恨みは加速する。どちらえねえな、給料泥棒だ。お前なんて必要ない移動だ。何もしてないのに移動になった。嘘、嘘には入れない。待ってくれ。これには無理だ。冷めずに続くのよ。待て、冷めずに続くのよ。
が人を蝕み侵食していく。行く先は地獄。それはあてのない果てしない旅路。働かない女子。客層を見てください。お前は何もしないくせに。減らされたいのよ。紹介襲撃。恨み屋もこれで終わりね。逃がすと思っているの。恨み屋。久しぶりだな、恨み屋。大義を成すためには仕方がない。ポンポを裏切った者の末路は知っているわよね。落とし前なしに無常研究生はできないわ。撃つなら50人。恨み妬みに逆恨み。
積もる思いが憎悪に変わるとき、復讐の念に終止符を打つ。生産チャレンジボーナー、右打ちしなさい。最後はあなたの手で決めなさい。次のターゲットはこいつだ。一発で殺してやる。自分のチャンス突入。冷めずに続くのね。
芝に侵食していく。行く先は地獄。それは果てのない果てしない旅路。働かない上司。企画書を見てください。もう我慢できない。さらに恨みが加速する。どっちかえねえな。そう思う。見えるの写真でしょ。ブーザーをいじめるのは楽しかったし。人を見下したあなた。あの女と飲んでたらそれから。だからちょっとやないと気づかない。どこを見ているか。見ます。上手。見下されることになる。はい。もうさすがにもういい加減にしろ。誰かの陰謀だ。権力を稼ぐ気を怖くとも権力にて報復するのが一番だ。部下の苦しみを少しでも味わうため、一寸先は闇。